なんかそういうことはもう昔からですね。それがやっぱ怪我につながらなかったりとか、堂々としてるから慌ててないし、プレーしやすいです、一緒にやっぱやってて。経験ある選手がいなくなるっていうのは、このチームにとっても非常に辛かったなって思いますね。暑さ対策は、なんかやってることがあります、まあ、暑くなくてもやるんですけど、もうこまめに水を取る。で、喉乾いてなくてもしっかり水を取ることで喉についた菌とかも落ちるし、健康状態もいい状態が保てるので、水分はもう欠かさず常にどっか行くときもペットボトル持ってこまめに飲んだりとか、まあ、そういうことはもう昔からですね。それがやっぱ怪我につながらなかったりとか、筋肉系をやらない理由なのかなと思います。夏ですか、はい、基本は何度だろう、寒いっていうのはないんですけど、25、6度でやりながら、最後寝るときは消して、寝るときちょっと汗かくぐらいで、本当に暑くて寝苦しいなと思ったらちょっともう一回つけてって感じなんで、でもできるだけクーラーに当たらないようにはしてるんですけど、最近の日本は暑すぎて、ちょっと異常すぎて耐えられないですね。だからそろそろもう6月で梅雨明けっていう情報だったんで、家にプールちょっと出して、もうリカバリーがてら入ろうかなと思ってます。この人のここがすごいっていうのを一人聞かれてこの人のここがすごい。そうですね。ちなみにですね、先ほど江坂さんは安井選手のボール出しはやば、俺今打ち落としたのにここにいるから言いづらかったんですよ隣にいるんですよ邪魔すか、もう今安井選手ですねって言いたかったんですけど、ちょっと隣いるからちょっと見えなかったよ俺。そしたらアタルが言ってたすごいな、一緒の選手に聞いてね、すごいですね。選手に、選手から同じ選手が出るってすごくないですか。すごいすごい。いや、彼のボール出し主力と、あとは立ち振る舞いというか、なんですか、立ち姿、僕は結構好きで、なんかこう堂々としてるから、やっぱこう慌ててないし、プレーしやすいです、一緒にやっぱやってて。いるから言いづら、恥ずかしかった聞こえてないかも興梠心臓ですね。いや、心臓は本当才能なのかなとは僕は思ってて、そんな得点のもうまあ味方だったから心強かったけど、この選手はやっぱ敵になった時、まあ、紅白戦とかもありましたけど、動き出しだったり、あとはシュートのセンス抜群にうまくて、彼右利きなんですけど、左足のシュート、ボレーシュート特に本当に枠に飛ばしてくるんで、非常にやっぱりシュート練習受けてて一番やりづらかったのは心臓でしたね。ただまあ彼のそのまあ、ピッチ上での存在感はもちろんでしたし、その心臓って、まあ、サポーターの皆さんがどういう見方してるか分かんないですけど、見た目ちょっと怖いイメージだと思うんですけど、多分一番優しいです。あとは気にかけてくれてる仲間のことを第一に、自分はどうなってもいいから意見をしっかり伝えたりとか、なんか自分がどうこうよりはやっぱ仲間のことを第一に考えてくれてた数少ない選手かなと思いますね。かっこいいですね。かっこいいですよ。そういうのはね、あんまり本人には言えないですけどね、恥ずかしくて。でも、まあ、心臓も言われるのはあんまそういうの好きじゃないタイプなんで、でもねやっぱ本当思います、一番思いやりあったなって心臓が。
なんかエピソードとかあります？一番今日思い出深いエピソードとかあります？登録選手。まあ去年その心臓もいなくなるっていうのは決まって、まあ、経験ある選手が本当にいなくなる状況で、最後の挨拶の時に、ああそう、上ここの上でね、最後対談式みたいな時、最後一言話すっていう時、あの心臓が本当に、まあ、みんなのことを思って、このクラブに対してもそうだし、やっぱ熱い思いを、あの心臓が泣きながら伝えたと場面はもう僕は、まあ、鮮明に頭に残ってて、いやーもう責任感が本当に強かったし、ああいうやっぱ経験ある選手がいなくなるっていうのはこのチームにとっても非常に辛かったなって思いますね。ネクスト興梠選手って誰に背負ってほしいなみたいなのありますか？的にはレイに背負ってほしいなと思いますし、いや彼ね、昨年まだ高校生の時に練習参加来てたんですけど、その時は本当細くて結構当たり負けとかもしてたんですよ。まあ、シュートとかもそんなにこうパンチのある感じじゃなかったんですけど、ここ最近彼はもう見た目も太くなってきたし、シュートの球っていうのは本当に生き生きしているというか、乗ってきてるなっていうところがあるので、あとはまあやっぱ練習終わって誰よりも練習をしているっていうところは素晴らしい姿勢だと思いますし、やっぱこのクラブに来て終わりじゃなくて、やっぱりそこで活躍してっていう世界だと思うので、彼はこれから楽しみな選手の一人です。僕は。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。